二千十八年平昌オリンピックのフィギュアスケート競技は二千十八年韓国開催の二千十八年平昌オリンピックにて実施されたフィギュアスケートの国際競技会である。二千十八年平昌オリンピックのフィギュアスケート競技は国際オリンピック委員会の統括の下で国際スケート連盟が管理振興し韓国、広陵市の広陵アイスアリーナにて 男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンス及び団体の5種目が実施される。今大会が2回目の実施となった団体戦ではカナダが優勝した。銀メダルは組織的ドーピング問題で個人参加となったロシアからのオリンピック選手チーム、銅メダルはアメリカが獲得した。ペアではドイツのアリオナ・サフチェンコ、ブリュノ・マッソ組が優勝した。 サフチェンコーは5回目の出場となった。本大会で悲願の金メダル獲得となった。銀メダルは0.243点の金差で、中国の随分性、ハン・ソー組が・銅メダルは、カナダのメーガン・デュ・ハメル、エリック・ラドフォード組が獲得した。男子シングルでは、日本のハニュー・ユズルが1952年、オスローオリンピックのリックバトン以来66年ぶりの連覇を達成した。 同じく日本の宇野昌磨が初出場で銀メダルを獲得し、日本フィギュア史上初のオリンピックワンツーフィニューユの快挙を果たした。スペインのハビエル・フェルナンデスが銅メダルを獲得し、スペイン初となるフィギュアスケートのオリンピックメダリストとなった。アイスダンスではカナダのテッサ・バーチュ、スコット・モヤ組が歴代最高得点をマークし、優勝、団体戦との2冠を達成した。 フランスのガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組がフリーで歴代最高得点を更新するも、金差で銀メダル、アメリカのマヤ・シブタニ、アレックス・シブタニ組が銅メダルを獲得した。なお、アジア系のカップルがアイスダンスのオリンピックメダリストとなったのは、これが初めてである。また、日本の村元成中、クリス・リード組も2006年トリノオリンピックの渡辺、心、 木戸は行組に並ぶ日本歴代最高順位の15位に入った。女子シングルではオールとして出場したロシアのアリーナザギットワが金メダルをエフゲニア・メドベージェワが銀メダルを獲得しワンツーフィニッシュした。銅メダルはカナダのケイトリン・オズモンドが獲得した。各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は2017年3月に開催された。 世界フィギュアスケート選手権及び2017年9月に開催された2017年ネーベルホルン杯の成績開催国枠により以下の通りに決定する。デンマークはアイスダンスで1枠を獲得したが国籍問題で、返上スウェーデンは男子シングルで1枠を獲得したが返上日本はネーベルホルン杯においてオリンピック出場権を逃したが北朝鮮が 期日までにオリンピックへの参加の意思を示さなかったため、補欠第1位だった日本が追加で出場権を得た。なお、その後北朝鮮は特例により出場権を得たため、ペアの参加チームは予定組数よりも一組多くなった。開催国韓国は2017年ネーベルホルン、坂月で男子シンクル1枠を獲得。開催国韓国は2017年世界選手権で、 女子シングル2枠を獲得。開催国韓国は2017年ネーベルホルン、ズキでアイスダンス1枠を獲得競技時間は韓国標準時。日本とピョンチャンとの時差はない。競技日程は全米での放映権を持つ NBC からゴールデンタイムでの生中継の希望があり、ほぼ全日程午前10時午後8時スタートという異例の事態となった。男子シングル男子、 シングルメダリスト詳細ページ2018年ピョンチャンオリンピックのフィギュアスケート競技男子シングル女子シングル女子シングルメダリストペアペアメダリストアイスダンスアイスダンスメダリスト参加10カ国が予選に参加しショートプログラムを滑走し1位が10点2位が9点10位が1点を獲得する4種目終了時点で合計得点の上位5カ国が決勝に進出し フリースケーティングを滑走。予選の点数は決勝へと持ち越される。個人戦で複数枠を保持している国は、予選と決勝で選手の交代が許されている。男子シングルショートプログラムフリースケーティング女子、シングルショートプログラムフリースケーティングペアショート、プログラムフリースケーティングアイスダンスショートダンスフリー、ダンス。ありがとうございます。